はいどうも皆さん、キャッシーと申します。本日はミッドナイトレポートというホラーゲームを遊んでいきたいと思います。こちらは徹夜報告書という現在開発中のホラーゲームの中の、ミッドナイトレポートというチャプターの体験版になっているようです。そして近々、Steam の方にベータ版がリリースされるということで、それに伴って体験版として公開されているこちらのバージョンもベータ版に即したものに変わるようです。なので、今のね、このバージョンで遊ぶことができるのは今のうちということで、せっかくなんでね、今のうちにこちらの方も遊んでいこうかなと思います。ということでやっていきましょう。うるせえな。もうこんな時間か。そろそろレポート進めないと明日の提出に間に合わない。でも自分で題材探しってなかなかの苦行だな。とりあえず画面をつけてから考えるとしようかって、まだそれすらやってなかったんかい。レポートやる気ねえな全然。これで、なんだ？アロマキャンドル。あははは、アイテムだ。あ、メモがある。で、起動には電源ケーブルが必要です。うっそーん、そこから？そんなわけなくない？ケーブルぐらいは挿しとくでしょ。ケーブルぐらいはっていうか、普通に、起動ボタンを押したらつくようにはしてあるでしょ、少なくとも。そもそも、PC の本体もないし。一体型っていう割には、ペラペラだしね。どこに本体があんの？で、メモ。月刊レポート人間、報告書の歩き方。あ、はい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 。操作説明だね。一応事前に軽くはチェックしてたんですけど、小走りと全力疾走があるんだ。まあまあまあ、わかんなくなった時にでも。用意するもの、ディスプレイ用電源ケーブル、キーボード、マウス、PC 本体。あ、それを全部集めろってこと？あ、本体とかも？あ、これ、引っ越してきたばかりとか？いや、そんなわけねえよな。どういう状態なんだろう。ロッカーに隠れる。ああ、こういう系なのね、これって。いまいちよくわかんないけど。中に入っているもの、PC 本体、マウス。他の機器は先に向かいの部屋に搬送済み。あ、やっぱり来たばかりって感じだね。引っ越してきたばかりなんだ。ああ、まあまあまあ、そういうことだったらわかるわ。で、ここに、本体とマウスかなんかが入ってるから、ちょっと待って。向かいってそこのことだよね、多分。こういうのも開けられるっぽいね。下から開けまーす。はい。で、鍵が必要。鍵が必要だって。なんだ？でっか！ハンディライトでかっ！これは？こうか。あー、でもちょっと明るすぎんな。こっちにしとこう。何も入ってない。これは？久しぶりだね。元気にしてる？最近家の工事を始めたみたいね。家の工事？あまりにも長いから近くの人たちの話題になってるよ。私も見に行ってあげたいけど、なかなか仕事が忙しくて手紙で伝えることになっちゃった。あと、あの子のこともちゃんと見てあげてね。お返事待ってます。〇〇より。あの子って誰だろう？テーブルランプ取扱説明書。ランプの前で左クリックまたはスペースを押すことでオンオフが切り替えられます。注意、電磁場の強い場所では不具合を起こす可能性があります。何を言っているんだ？これ？あ、ついてたのかこれ。これは何だろう？あれかな？写真とか写せるやつかな？なんだこれ？え、何これ？拾えないな。なんかめちゃくちゃ気持ち悪い人形があるけど。人形ってかフィギュアというか。まだあんまり物は置いてない感じなのかな。鍵だ。作業場の鍵。これが必要っぽいね。風呂場。え、もうカビてる。え、こんなとこ引っ越してきたくなくない？あとちょっとこれ、風呂場オープンすぎない？どうなってんのこれ。ここが何？洗面台？何これ？何これ？どういう状況？どういう状況？開いた。ここは引き出しだけがある。
どういう状況っていうか、どういう構造してんのこの家は。ここも何これ、これしゃがんで開かないわ、ま、とりあえず、あ、これでダッシュ。あ、でもずっと走れるわけではなさそうな感じ。あ、鍵に切り替えなくても開けることはできるんだ。なんか段ボール箱がへしゃげてる。あれかな、下に落としちゃった時に間違えて踏んじゃったんかな、べきょっつって。一番ショック受けるやつ。まあ、落とした時点でショック受けるんだけど。これ扉開くね。開くけれど先には行けなさそう。後で行くのかな、特に何もないな。他には、これか。電源ケーブル。とりあえず、じゃあ、これを、ここに、はめればいいのかな?はい。OK。電源が落ちた?早くブレーカーを戻しに行かないと。明日の提出に間に合わない。いや、もともとお前全然やる気なかっただろう。ちょっと暗いな。なるほど。こうなってからはこっちの方が必要ってことね。ブレーカー?あの奥のところ?あ、そうだね。なんかブレーカーが必要そうなやつなかったもんね。これは?地下室のブレーカー工事の時は、この部屋にある鍵を使うように。使った後は必ず元の場所に戻すこと。ここに鍵がある。鍵ね。なんでここにこんなライトっていうか、あの照明があるんだろう。撮影でもしてんのかな。鍵これはここにも隠れられる。鍵、いや鍵なんてないぞ。ん、今なんかちょっと待って、暗くてよくわかんないんだけど、ここにあったわ。わかりづらっ。よく見えたな。地下室の鍵。地下室ってどこだ?地下室の鍵ね。まあでも開かなかったところって一箇所だけか。これ?これ地下室の鍵?開いたわ。え?どうなってんの?何これ?どういうオタク?ん?何これ?引っかかるんだけど。いけた。ちょっと待って。あ、進んだ。あれ夢だったか?なるほど。これがレポート恒例の徹夜ってやつか。違う。絶対違う。絶対違う。これほど辛いとは、もっと早くから取り組むべきだった。それはそう。まあいい。ブレーカーは変わらず落ちてるみたいだし、戻しに行くとしよう。あ、なんだこれ。アロマキャンドル。置いてあるものは一緒か。これアイテムリセットされちゃったけど、何?なんか音がする。メモとかは変わってないね。何?なんかいるな。なんか明かりがついてる。何?鍵が必要だって。また？あ、でも速攻手に入ったわ。じゃあ鍵が手に、気のせいか。鍵が手に入ったんだったら行けばいいんでしょ。ブレーカー。あ、そっか。ブレーカーをつけ、うん、鍵あったわ。ブレーカーをつけるために、何?地下に行く必要があるってことか。なるほどね。これ何の音?このドンドンは。あれ?さっきパリンって言ったのこれ?何が割れたの?これは読んだやつだよね。バカデカライト発見。オッケー。とりあえず行っちゃっていいのか?どんどん行ってたやつの正体は何だ?あ、別段ものは変わってなさそうだし、一日というかワンループかな?するたびにアイテムはリセットされるっぽいから、まあ、行っちゃっていいのかな?これは何だろう?徹夜をしすぎて悪夢を見てるみたいな感じなのかな?また寝てたのか?
何かがおかしい。それでもレポートに追われていることに間違いはないはず。もう一回ブレーカーをなしに行って早く準備をしなければ。これが続く感じか。まあ、だんだん怖くなってくんだろうね、きっと。暗いな、それにしても。同じ状況。またアイテムをとりあえず見つけて、鍵を取ってこないといけないのか。壊れてるのは変わってないね。あ？メリー。何メリー？そんなこと書いてあったっけ？バカレカフラッシュライトはない。あれ？中身変わってる。この時を待っていた。どういうこと？あ、あったあったあった。ちょっと待って。何この時って。暗いな、それにしても。バカデカフラッシュライトが欲しい。あ、一応つくんだ、これ。え、でもなんでつくの？だってこれ、ブレーカー落ちてるんでしょ？ブレーカー落ちてんのになんでつくんだよ。まあいいや。とりあえず、これで開けて。またここで、鍵を入手。同じとこにあんね。鍵を、ちょっと待って。合わない。鍵を入手。で、地下に行けば OK と。2周目もこんな感じ。でもさっきとそんなに変わってない？あれか、あのメモがあったぐらいか。うん、特に変わってなさそう。これで、3周目も完了と。じゃあ本番は次ぐらいかな？また夢？現実か？もう何回も何回もこりごりだ。何が起こってんのかなんてどうでもいい。こんなお遊びに付き合ってる場合じゃないんだ。早くこの幻覚から解放してほしい。BGM が仕事し始めた。特にここら辺は変わってないかな。まあメモもあんね。うわっ！びっくりした。めっちゃびっくりした。何あいつ、やってくれんじゃん。主人公、何何何何何、うおお。レポートなんて忘れてしまえ。ただ気が重くなるだけだ。ロッカーは安全だが過信は禁物だ。おお、なるほど。もう襲ってくるんだ。さっき出てきたのはあれ、脅かし要素というわけじゃなくって、単純にこれ出てくんのは出てくんのかな。あ、それも出てこない。徘徊してるってことも、ちょっと待って。接近は作業場の鍵。接近はどうやって、なんだ、やばい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 、何？あ？これが起こってからか。待って、これによってあいつが徘徊しだすのか。とりあえず鍵手に入れて、あいつに捕まらないように地下まで行く必要があるってこと？これドックンドックンっていうのがヒント？でも暗くて何も見えないよ。でもロッカーは過信するなって言ってたよね。何で判断すればいいんだ？心臓の音か、やっぱり。心臓の音と、この呼吸音？近くにいるときはそれが荒くなる。いや、全然見えなくね？うわっ！やばい！やばい！危ね！ふう。
大丈夫か？今スプリントしてみたけど、いや暗くて全然見えねえ。これフラッシュライトないと無理じゃない？いや近くにいんな。ダメだ。あと明るさをかなり上げました。全然見えなかったんで。いやこれこのハーハー音だけで判断するってむずくね？いやこれずっと近くうろついてんぞあいつ。フラッシュライト欲しいな。しゃがんで移動した方が見つかりにくいのかな。見つかった。うっそ。うわいやわからん。どうやってあいつの接近に気づけばいいのかがわからん。これ隠れた時にさ、待って待って、全然見えなくなるのきつくね。もう見つかった。マジでどうやって判断するんだろう。毒毒音だけ？うわー見つかる。うわーダメだ。いやむず。これむずいぞ。めっちゃ奥にいんのか。いた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 。で多分消えるんだよね一回。でこれ回収して、であとはたどり着くだけなんだけど、こっからが無理ゲー。こっからが無理ゲー。てか狭すぎじゃね、これ。どうやって避けんの。狭すぎてこれ抜けようなくねえか。見つかった？うわっ！回り込まれた。いるね。なんか動いてんのが見えるな。多分ここですれ違うのが正解なんじゃねえかなって気がするんだけどな。来たね。来た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 。オッケーオッケー。オッケーオッケー。今のうち。いけ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 。オッケー。やっぱりあそこですれ違うが正解だったっぽいな。よし、やっと抜けれた。めっちゃ苦戦した。何だったんだ今のは。まだあんのか。マジか。今ので終わりじゃないのか。これはきついな。もう一回？鍵ないな。もう一回はきついな。まあでも、さっきと同じようにやれるんだったら別に怖くはないか。あれ？謎のメモ。この手紙を読んでいるあなたは、おそらくこの家の新しい住人さんだと思います。早速ですが、可能ならば今すぐここから逃げてほしいのです。いずれあなたにあの子が迷惑をかけることになるでしょう。また出てきたね、あの子。私はここに家を出るための方法を記します。先に地下室へ逃げて安全を確保してから、後で読んでください。ご検討をお祈りします。なるほど。結局のところは、地下室に行かないと始まらないよっていうことなんだ。ちょっと待って。ドクンドク言っとるやん。いるのか？あいつ。この先にいるの？もしかして。待て待て待て。うわー！終わった！これダメだ！うわー！なるほど。やっぱりいるんだ。そしてさっきは、一回捕まっても大丈夫だったんだけど、一回捕まってもっていうか、一回発見されても大丈夫だったんだけど、今回は一回目からダメっぽいね。
開けたな。でも向こうにいるね多分。鍵。オッケー。いや、どこにいる？そっち？ちょっと待って、どこにいるんだ？作業場にいるのかな？作業場っぽいね。開けて、下がる。いるわ。うわー、見つかった。ちょっと待ってくれ。あー、これダメだ。これ多分無理、逃げらんないと思ったけど逃げれた。うわー、ダメだ。隣見やがった。とりあえず作業場の中にいるのは確定なんだな。で、ドキドキがちょっと離れたタイミングで行くと多分中に入ってくれるから、そのタイミングでまたぐるっと回るような感じすればいいのかな。いるね、今ドアのとこにいるわ。ちょっと離れるの待とう。いや、離れてかないか。こっちに逃げる。一旦こっちに走って逃げるってやんないとダメか。いや、いける。これで足元を見ながらあいつが出てくるのを待つ。 OK。 あいつ光を見るわけではなさそうだね。 OK。 これで鍵回収。一旦隠れるか。一旦隠れよう。ちょっと離れてもらうまで待ちましょう。移動してんな。あのおもちゃ蹴飛ばしてたな、あいつ。来た。やべ、くそ、しょうがない、一旦隠れる。間に合え。え、なに。俺間違えて出ちゃった。いや違うな、あれか、目の前で隠れたからか。惜しい。あれ、全然あいつの反応がない。なんで、あれ終わっちゃうけど。なんで、あ、メモがある。地下室使用書、〇〇様のご希望より以下の通りで工事をさせていただきました。ご確認ください。防犯のため部屋と物品の自動配置か。どういうこと。ランダムマップを自動で行うっていう、どういう工事したらそうなんの。大きな電磁場の変化が見られたため代替用のブレーカー設置、全体的なセキュリティ強化。最後のセキュリティ強化って一言で済ましてるけど、だいぶざっくりだな。 OK。 なんかいなかったね。そういや、この家を見学した時に引き出しの中によくわからないメモがあったな。もしかするとこの謎の現象の原因が書かれてあったのかもしれない。探してみるか。あのメモ見つけないとダメなのか。なんてこった。あのメモを見つけてから脱出しないとクリアにならないのか。なるほど、やってくれた。そういうことだね。マジか。うわー、ダメだ、これ多分無理。あー、ダメだ。なるほど、サクッとクリアできてラッキーとか思ったんだけど、あのメモを見つけるまではそもそもあいつ出てこないのか。ということは鍵をまずは手に入れる。鍵を手に入れた後にメモを取るかな。とりあえず鍵開けちゃう。で、こっちの鍵も取る。
で、それからメモを取る。あれ？メモどこにあるんだ？こっちにあったり、いやでも違うな。あそこか。ここか。あったあった。で、これ確認して、で、これで出りゃいいんじゃねえの？これ完了じゃね？で、これは4だし。あれ？ちょっと引っかかってる。OK！ これでどうだ？あ、行ったっぽい。ふぅ。徹夜報告書序、ミッドナイトレポート。いやー、難しかった。難しかったし、怖かった。対処法を見つけるまでは、結構死んでる。多分カットしてると思うけど。だいぶカットしてると思うけど、結構死にましたね。いやー、これは、ベータ版出たらやるしかないね。面白かったわ。プレイいただきありがとうございました。本作は、徹夜報告書の序章です。現在この続きを制作しております。これからも本作をよろしくお願いいたします。タブでタイトルへ戻る。あれ？ああ。ポーズから戻れってことなんだね。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。